ジョン・バグネル・ベリーは、アイルランド人の歴史家、古典学者、中世ローマ史学者、文献学者。ジョン・バグネル・ビュワリーともかな転写される。彼は1889年版の、レーターロマンエンパイアーの序文において、明確に、ビザンツ学者というラベルに反対した。彼は、ダブリン大学のトリニティカレッジで、エラスムス・スミス・プロフェッサー・オブ・モダン・ヒストリーの地位にあった。ベリーは、 モナハン県クロンティブレットで生まれ育った。父はここでアイルランド聖公会の教区牧師を務めていた。ベリーは両親から教育を受け、その後ロンドンデリーのフォイルカレッジからダブリンのトリニティカレッジに進み、そこで1870年に古典学の小学生に選出され、1882年にトリニティカレッジを卒業した。1885年に24歳で、 フェローとなった。1893年、トリニティカレッジで歴史学者として近代史の教授と同時にトリニティでギリシア語の近帝講座担当教授地位につき9年間在職、その間1901年6月にグラスゴー大学から名誉法学博士を授与された。1902年にケンブリッジ大学で近代史の近帝講座担当教授となった。 真に信頼できるパトリキウスの伝記の最初の著者でなった。晩年ケンブリッジでスティーブン・ランシマン教の中世史の指導担当者となった。後にランシマン自身はベリー氏の最初で最後の学生だったと回想している。被写交的であったベリーは当初ランシマンをそっけなく対応した。その後ランシマンがロシア語が読めることをベリーに明らかにすると ベリーはブルガリア語の記事の山を編集用に渡した。こうして、指定関係が始まった。ローマで65歳の生涯を閉じるまで、ケンブリッジ教授として在任した。ローマのプロテスタント墓地に埋葬された。弟のロバート・グレッグベリーも、アイルランドの牧師、古典学者、文献学者で、プラトンとセクストス・エンペリコスの著作英訳がある。 古代ギリシアから19世紀のローマ教皇にまで及ぶベリーの著作活動は学術的であると同時に一般にもアクセスしやすいものである。歴史哲学に関する彼の二つの著作はビクトリア時代の進歩と合理主義の理想を解明した。これらは彼のより具象的な歴史記述を補強するものであった。彼はまたエドワード・ギボン以降の英語圏の 歴史家たちによってほとんど無視されていたビザンツ帝国の歴史研究の再高を主導した。彼は1911年にブリタニカ百科実典第11班に寄稿し、また彼自身が項目として立候された。1919年、フランク・アドコック及び SA コックと共にザ・ケンブリッジ・エンシェント・ヒストリーを編纂した。ジョン・バグネル・ベリーのキャリアは彼の思考プロセスの進化と、 彼が歴史の規則を科学とみなしていたことを示している。1902年、ケンブリッジで近代史の近邸講座担当教授としての就任講演において、彼は歴史を文学の一ジャンルではなく、科学であると宣言した。彼は以下のように述べている。私は皆さんに歴史が文学の一ジャンルではないことを理解していただこうと思います。歴史的事実は、 地質学や天文学的事実のように文芸のための材料を提供可能です。明瞭な理由から、それらは自然科学よりもはるかに容易に芸術表現に導入されています。ですが、人間社会のストーリーに文学のドレスを着せるのはもはや歴史家としての務めではありません。天文学者の務めが芸術的な星々の物語を提供するものでは、 ないという以上にそうなのです。ベリーの講演は歴史は文学の一分野ではないという主張を守り続けた。このことは歴史的事実をめぐる議論における歴史学者たちの物語の必要性についての疑問を投げかけた。そして物語は必要かという本質的な疑問を勇気している。しかしベリーは彼の科学をレオポルト・ホンラン家の科学思想及び 彼が叫びその思想を有名にしたドイツ語のフレーズ、発生した通りに歴史を伝える、または、イッヒウィルヌアーサゲンビーエスアイガントリッシュゲベゾン、イストと比較することで説明した。ベリーの講演中の最終的な見解は、彼が以前に発言した。彼女はそれ、時代単純な科学なのであり、それ以下でもそれ以上でもない、と主張する揺るぎないフレーズで繰り返されている。 彼の著書 History of Freedom トにおいて、彼は以下のように述べる。一部の人々は、我々がそれが間違っていることを証明できない限り、進学的協議を拒否することは正当化されないという。しかし、立証責任は否定するものに課せられているのではない。もしも、シリウスの周囲を周回するとある惑星の人種はあらわで、あり、彼らは英語を喋り、 優生学を論じるのに時を費やしていると言われたならば、あなたがそれを反証することは不可能である。だが、その主張の中に信じるべき何者が存在しているだろうか十分な頻度で、その主張が繰り返されれば、その強力な暗示によって、それを受け入れる準備ができている人もいるのだろう。ありがとうございます。